奥様が生徒会長は中田由美による日本の漫画作品。月刊コミックレックス2011年10月号から2018年10月号まで連載された。中田がコミックキャンドールにて連載していた奥様は生徒会長のセルフリメイク作である。テレビアニメ化され2015年7月から9月まで第1期が2016年10月から12月まで 第2期が放送された。新設校、星風高等学校の最初の生徒会長に当選したのは優等生の美少女、若菜羽衣だった。副会長の泉隼人は自由すぎる羽衣の言動を苦々しく思っていたが、ある日彼女はハヤトの家へ現れ、彼の嫁になると言い出す。実は、羽衣ろもと隼人が小さかった頃に、 互いの親同士が子供同士の結婚を約束していたのだった。担当声優はドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。一人しか記述していないのはテレビアニメ版のもの。生徒会その他の生徒2014年12月にアニメ化が発表され、10分枠のショートアニメとして2015年7月から9月まで全12話が放送された。2016年1月には第2期、 奥様が生徒会長の制作が発表され、同年10月から12月まで放送された。なお2016年1月27日発売の単行本大級監督総版には OVA となる特別編を収録した DVD が添付された。中田原作のテレビアニメはチューブラ以来だがこの時は地上波放送はなく本作が初の地上波アニメとなる。 また ATX 以外の地上波放送及びネット配信は規制により性的なシーンは映像が一部編集されるかすべてカットされその間はミニコーナー奥様劇場が放送されるなお第8話の奥様劇場では本作と同じ制作会社の作品ストレンジプラス第12話のノンテロップ版が劇中アニメとして放送された第1期第2期奥様が 生徒会長に関するカテゴリーありがとうございます。